はい、どうも、ちょいてぃです。本日はですね、ショーヘイズ2022年最終イベントということで、紅白戦やるんですけど、30人ぐらいいるんでね、みんなでこれから、ノックをしたいと思います。それでは行ってきまーす。さあ、ついてこい。行くぞ。はい、ということで、参加者全員でノックをやっていきまーす。この日はね、12月中旬だったので、ちょうどね、前回出した動画、ブラザーさんの紅白戦の次の日だったんですよ。めちゃくちゃ寒かったです。なので、ちょっとね、最初の方はみんな体動かないんですけれども、まあね、いきなり体動かして怪我するよりかは、まあ、ゆっくりやって、温まってもらった方がいいので、はい、って言ってもね、思いっきり走ってますね。いいですね。なんかね、やっぱこの大人数でノック受けることもなかなかないのかなと。高校野球の時もまあまあ高校野球部で全員やればこのぐらいかになったので、まあそれ以来ぶりなんじゃないかな。チームで2チーム合同とかでやんない限りはこの人数でノックはないと思うので、はい、お次は内野ノックです。ファーストからのレゴンボール、あれ新メンバーかな、くすべきくんだ。はい、そして、リアコこれ、ポロッとやっていきます。まあね、寒いですからね、でもリアコよく半袖でいられるな。この日、まあ、気温はあったんですよね。気温はあったんですけど、風が強くて、やっぱ体感はどうしても下がっちゃったかなといったような感じでした。なので、やっぱね、皆さん、まあ、ユニフォームの方もいるけど、V ジャン着てるような方もいるし、まあ、本当に怪我なく、元気よくね、この日できればなということで、みんなで、ね、話しておりました。まあね、本当にキャッチャーに映画が入ってくるってことで、そこはね、みんな、より声が出しやすくなってると思います。まあ、声出せばね、体も温まりますからね。はい、そしてラストは、そうそうダッシュ、はい、レースダッシュ。はい、そしてキャッチャーフライ、はい、映画です、キャッチ動けんね。そしてしょうげさん、キャッチャーフライうまいよな、本当に。はい、しっかりとキャッチ。はい、ロック終了です。皆さん、おはようございます。本日はショーヘイズって結構やってるんですけど、年内今年最後になります。紅白戦やるんですけども、怪我なく2試合、今日やってきますので、よろしくお願いします。本日、参加される皆さん、一人ずつお名前と年齢と好きな女性のタイプとか言ってもらっていいんで、自己紹介お願いします。おはようございます。24歳の江頭です。よろしくお願いします。38歳の宝崎と言います。よろしくお願いします。21歳の松井です。よろしくお願いします。同じく21歳の谷中です。お願いします。22歳の大久保です。まあ、久保空と呼んでくるのはよろしくお願いします。19歳の荒川です。お願いします。20歳の根本です。よろしくお願いします。35歳春日と申します。よろしくお願いします。26歳吉田祐介と申します。よろしくお願いします。23歳楠木です。お願いします。高校1年生15歳菊池です。よろしくお願いします。同じく高校1年生16歳の根本です。よろしくお願いします。16歳の後生きづら、30歳の大城です。お願いします。生きづら。中学3年生15歳の大輔です。お願いします。挟まれてんで、挟まれて、15歳の田島です。よろしくお願いします。15歳の中村です。お願いします。43歳玉井です。よろしくお願いします。20歳山下です。お願いします。19歳平井です。お願いします。40歳銀ちゃんです。よろしくお願いします。48歳伊藤です。おっさんですけど、よろしくお願いします。25歳坂谷です。よろしくお願いします。33歳筒宮です。お願いします。42歳高橋です。お願いします。27歳春です。よろしくお願いします。永遠の18歳、本当は34歳、吉田です。付き合うなら定来する人がタイプです。なんか寒い、寒い。結婚するならカーリー・レイ・ジェフさんです。よろしくお願いします。22歳のヒロトです。よろしくお願いします。自己紹介ありがとうございます。そして今日、春ですが、12時頃にね、弁当をみんなの分持ってきてくれるので、12時過ぎたらみんなで飯食いましょう。さあ行きます。チーム春です対チームヒロト、し始めます。はい、ありがとうございます。チームヒロト、俺ヒロトだよ。はい、チームヒロト VS チームシュン、1試合目スタートです。チームヒロトの先発は龍也くんがマウンドへ上がります。本来だったらね、変則
のはずなんですけれども、この日は普通に上から投げてましたね。さあ、そしてヒットを打ったら埼玉県の名産狭山茶をプレゼントいたします。さあ、一体どんなピッチングを見せてくれるのか。初球からストライク。いや、走ってますね。これすごいのが、まあ、アームスリーブしてるとはいえね、でさっきロックのところ言ったんですけど、半袖なんですよ、この3人。はい、そして先頭を三振に切ります。いや、いい出だしですね。ナイスピッチング。はい、チーム旬ですの2番バッターは大輔君。はい、これ上がった打球レフト、そこにはオッチョさん。オッチョさんもね、バッティングめちゃくちゃいいんですけど、翔平図だと守備の人にもなりますから、ね、ナイスキャッチ。はい、そして3番の秋広君、これ引っ掛けてしまいショートゴロ。ちょっと右に直したがアウト。初回を三者凡退に抑えます。そしてチーム旬の先発は翔平図のベテラン高橋さん。翔平図の方でもね、いつも投げてもらっているので、今日は翔平図としては敵になるのかな。ちょっと面白い戦いになりそうですね。はい、そしてチームヒロトの先頭打者は龍河君です。これ引っ掛けてしまいサードゴロ。しっかりと送球してアウト。こちらも先頭を抑えます。2番は大久保君、久保空ですね。さあ、これも引っ掛ける。がっちりと掴んでファースト送球ツーアウト。ちょっと引っ掛けてますね。いいようにやられてますね。はい、3番オッチョさん、これも高々と上がってサードファールフライ。アウト3つ全部サードで取りましたね。はい、続く2回もピッチャーは龍也くんが上がります。これピッチャー落ちるんですけど、安定してますね。落ち着いて処理してワンアウト。今日はね、ピッチャーカメラっていうのもあるので、そちらからの映像もたまに出てくる。はい、そしてこれもピッチャーゴロ。ゆっくりとファースト送球ツーアウト。落ち着いてますね。龍也くんもね、まあ本当だったら本当になんかサイドスローとかで投げてたんですけど、上からでもめちゃくちゃいい投球しますね。はい、そして逆にね、3つもピッチャーゴロにこの回は抑えております。さあ、もちろん、高橋さんがまだマウンドへ上がっております。そしてバッターはゆうすけさん。これがフォアボール。両チーム初めての出塁かな、これで。はい、続くバッターは龍也くん。これ思いっきり振ってくるんですけどね、空振り三振でワンアウト。高橋さんもまっすぐ速いですよね。はい、そしてバッターには春日さん。これガツンと振り抜いた打球はレフトポール際へ。シーユーライカーポール際に放り込む一発。ナイスバッティングです。ゆうすけさんが帰ってきて、まずは1点。そしてゆっくりと、はい、ホームイン。2者生還でチームヒロト先制になります。はい、リプレイ。思いっきり振ってきましたね。完璧なバット投げ。はい、そしてバッターは楠木君。これもね、思いっきり振ってくんですけれども、またまた高々と上がったサードフライ、ツーアウトとなります。はい、そしてバッターはラガーズの矢中。これガツンと打ってセンターの頭を越えていく。さあ、矢中どこまで走れるか。3つ行くか。ただこれは2つでストップ。いや、ナイスバッティング。ツーベースで追加点のチャンスになります。ナイスバッティング。はい、そしてバッターには松井。これもラガーズですね。はい、しっかりと選んでフォアボール。ちょっとね、高橋さん荒れてるのかな、寒いから。まああれですけどね。そしてバッターにはヒロト。これストッピングしてるんですけれども、まあ矢中のスタート良かったですね。進塁となります。さあ、1打2点入りますね、これで進塁で。ただ溜めたものの、まあ若干ちょっと動かされちゃったか。これでね、3アウト。高橋さん大崩れはせずといったところで、ナイスピッチングです。はい、龍也くんもこの回マウンドにさらに上がります。ショートゴロ。エファスアウト。これでまずはワンアウトです。バッター玉井さんも半袖です。これがサードゴロ。鈴木くんがっちりキャッチ。はい、ツーアウト。ナイスピッチングです。はい、そして
バッター山本くん、これストライクや絡みさせる。リュウ君、この回も完璧な投球です。はい、チームヒロトの攻撃、バッターは宝石さんです。これいい当たりなんですけども、セカンド正面さばいてワンアウト、ナイスプレイ。はい、そしてバッターは根本くん、これがフォアボール。高橋さん、珍しいですね。コントロールめちゃくちゃいいはずなんですけども、序盤で3つ目のフォアボールになります。はい、そしてバッターは江川、久々参加ですが、泳がされてサードフライ。この日サードフライ多いですね。はい、そしてバッターは良平が入ります。これフラフラッと上がった打球がセカンドフライ。今回はここまでです。次回もお楽しみください。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。